バントは、鶴ルメクイナカに分類される鳥。キゴ、ミカ。体長は35センチメートルほどで、鳩くらいの大きさ。翼体長は52センチメートルほど。成長の体は黒い羽毛に覆われるが、背中の羽毛はいくらか緑色を帯びる。額には、くちばしが延長したような、ガクイタがあり、繁殖期には、ガクイタとくちばしの根元が赤くなる。足と、 足指は黄色くて長く、幼鳥は体の羽毛が薄い褐色で、額板も小さい。オセアニアを除く全世界の熱帯、温帯に広く分布し、中央、アジアや沿海州、アメリカ東部などで繁殖したものは冬には団地へ移動する。日本では、東日本では夏鳥で、西日本では流鳥となる。分布域が広く、地域ごとにいくつもの亜種に分かれている。 水上を泳ぐ、バンコショウ、川、水田、湿地などに生息するが、公園の池などにも生息することがある。長い足を高く上げながら、水際や浮いた水草の上を歩き回る。泳ぐことも水に潜ることもできるが、足に水かきはなく、尾が高く上がった前のめりの姿勢でぎこちなく泳ぐ。食性は雑食性で、昆虫、甲殻類、植物の種などいろいろなものを食べる。 くるると大きな声で鳴き、この声から水田を外敵から守る番号している鳥として名前の由来になったとされる。水辺に巣を作るが、ヒナは生まれてすぐに歩くことができ、巣立ちも早い。成長は一夏に二回繁殖することもあるが、二度目の繁殖では一度目のヒナがヘルパーとして両親の手助けをすることもある。ガリヌラクローレパス、江戸時代の頃には、 山頂二魚と呼ばれるの大珍味の一つに数えられていた。水戸藩から皇室に献上されていた郷土料理である。山頂二魚とは鳥イコール鶴、ひばり、バン、魚イコール大、アンコウのことである。現在版は狩猟獣二28種の一つとされており、山頂の中で唯一狩猟免許所持者による捕獲が可能となっている。国際自然保護連合により、 経度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。